ちなみにこれ2時間の結果なんですけど、12戦10勝、勝率 83.3% です。どうもこんにちは、バイナリー投資塾の陽介です。今回の講義は最も堅実的な1分取引順張り手法をマスターさせます。この仕様の全貌はこの後の解説でわかるんですけど、毎月安定した収益を取ることができますので、必ず最後まで見ることをお勧めします。この仕様は1日のエントリー回数が100回近くありますし、騙しをほぼ解除することができた高勝率な仕様になっているんですね。1日100回エントリーポイントがあったとして、1万エントリーを行った際の期待値は5827円になります。つまり1日で582700円稼ぐことができるんですね。これが1000エントリーだとしても5万以上は稼ぐことができますので、軍資金を最小で行いたい方には特におすすめになっています。ただ一つ約束してほしいことっていうのがありまして、守ってもらいたいことにもなるんですけど、それはこの動画を必ず最後まで見ること。損をしたくないっていう方は必ず最後まで見るようにしてください。はい、ということで早速解説をしていきます。もうすでにエントリーポイントを引いてますのでわかるかなって思うんですけど、この仕様自体エントリーポイントかなりあるんですね。なので全て紹介するってなると、まあ僕もそうなんですけど、視聴者の方も分かったよってなってくると思うので、簡潔にまとめて解説をしていきます。ただこれ飛ばし飛ばし見てしまうと理屈を理解できないままになってしまいますので、資金が溶けてしまう可能性が非常に高くなってしまいます。なのでこの動画を最後まで見ることを約束してください。はい、それでは見ていきましょう。こちらが今回の仕様の半エントリーのポイントですね。まずデマーカーが 0.6 を超えたところを基準にしていきます。タッチではなくてしっかりと超えたのを確認してからするようにしてください。その際にフォースインデックスが0ラインより上を推移していますので、こちらの達成の次なしで半エントリーをかけていきます。そうするとこちら陽線ついてますので、しっかりと勝つことができます。こちらが今回の仕様のローエントリーのポイントです。まずデマーカーが 0.4 を超えたところを基準にしていきます。ここもタッチではなくてしっかりと超えたのを確認してからフォースインデックスを見ていただくと、0ラインより下を推移していますので、こちらの達成の次なしでローエントリーをかけていきます。そうするとこちら陰線ついてますので、しっかりと勝つことができます。めちゃくちゃ簡単ですよね。あっち見てこっち見てとかではなくて、もうデマーカーの動きだけ見てもらえれば OK です。正直この一つのインジケーターでも全然稼げるんですけど、フォースインデックスを併用することでエントリーの期待値を上げてくれるんですね。なんでっていう風に気になる方はこの後の解説、エントリーの根拠聞いていただければと思います。ハイエントリーとローエントリーの根拠をまとめて解説するんですけど、まずデマーカーっていうのは買われすぎ売られすぎを一目で判断することができるオシレーター系のテクニカル指標です。買われすぎの場面で売り、売られすぎの場面で買いといった使い方が一般的ですが、いつ反転するのかがわからないので、今回はその方向に進む勢いに応じたエントリーを用いてます。つまり数値で表すと 0.7 以上で買われすぎ、 0.3 以下で売られすぎになりますので、その数値に到達する手前 0.6 と 0.4 を超えたタイミングっていうのは上昇下降の勢いが続いてますので、こちらを基準にしているっていうわけです。ではこの仕様のキーポイントでもあるフォースインデックスはと言いますと、値動きと出来高によって表示されるため、騙しが非常に少ないインジケーターなんですね。出来高とは取引量のことで、今の相場が買い取りどちらが多いのかをリアルタイムで判断することができます。ただこれのみで判断するのは難しいので、今回デマーカーと併用し、その勢いが騙しではないかっていうのを測るために使用することで効力を発揮してくれます。ではここでこの仕様のインジケーターの挿入方法をお伝えしていきます。まずナビゲーター開いていただいて、こちらのデマーカーですね、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面出てきますので、まずパラメーター開いていただいて、こちらの期間を14、こちらはデフォルトでこの数値入ってますのでそのままで大丈夫です。この線の色や太さはお好みで構いません。次にこのレベル表示でデフォルトですと 0.3 と 0.7 と入ってありますので、こちらの削除から一度すべて消してください。で次にこちらの追加から新しく 0.4 と 0.6 と入れていただいて、設定できましたらこちらの OK ボタンを押してください。では次にこのフォースインデックスを挿入していきます。同じくナビゲーター見ていただいて、こちらのフォースインデックス、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面出てきますので、パラメーターを開いていただくと、こちらの期間を13と設定してください。でこちらの種別はシンプル、適用価格はクローズと設定してください。で次にレベル表示でデフォルトですとこちら空白になっていると思いますので、こちらの追加から新しく0と入れてください。設定できましたらこちらの OK ボタンを押してください。以上がインジケーターの挿入方法になります。ちなみにこの仕様の2時間でのエントリーポイントはと言いますと、これだけあります。ちなみに 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 回ですね。ちなみにこれ2時間の結果なんですけど、12戦10勝、勝率 83.3% です。
1分取引なのでエントリーポイント少なく感じる方もいるかなって思いますが、その分騙しをなくすことができ勝率を格段に上げることができていますので期待値としてはかなり高いです。ちなみに1万円エントリーした場合でお話しするとたった2時間で7万円稼ぐことができるっていうことです。これだけシンプルかつ安定した勝率を取ることができればこの直後はもちろんのことこの先稼ぎ続けることにつながってくるので少しでも資金を増やしたいっていう方はこの商習得することをお勧めします。で最後になるんですけどまずあなたが一番にやるべきことは僕の LINE の登録ですね。 LINE の登録方法は画面の QR コードを読み取ってもらうかこの動画の概要欄にも僕の LINE の URL が貼ってありますのでそちらから友達追加をしてください。今後もバイナリーに関する高勝率商だったり利益を出すための重要事項をどんどん伝えていこうと思いますので引き続き新しい動画をお待ちいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで今回はここまで。